ちょっとね、サムネイルの方はね、過激で、秋山を外すみたいな感じでね、吉彦さんのチャンネルになっていたんですけども、しっかりね、動画を見ればその意図というのが汲み取ることができましたんで、KT です。お疲れ様です。今日は1月19日ということで、パワープラボスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は、ドンということで、昨日に引き続きになりますけども、高橋よしひこさんの、よしひこチャンネルを見た感想を喋っていく、動画となっております。はい、まぁ、ちょっとね、手抜き感出ちゃっておりますけども、高橋よしひこさんと、池田さんの掛け合いというのがね、非常に面白いものなので、自分ね、楽しく見させてもらったんで、この感想を誰かに聞いてもらいたいということで、完全に独り言動画みたいになってしまいますけども、お付き合いいただけると嬉しいです。またですね、皆さんの本家のね、動画を見た感想であるとか、こちらの動画を見た感想とかをね、またコメント欄に残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、昨日はですね、秋山選手を外すという選択肢もあるんじゃないかという中身でね、論争を巻き起こっておりましたけども、今日はですね、外国人に求めるものは、みたいな感じでね、ホームランを求めるのか、打率を求めるのかといったところでね、もう大論争を勃発しておりましたんでね、非常に面白かったです。まあそこら辺もね、含めて自分の感想も喋っていきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、こちらのチャンネルは広島カープ応援しているチャンネルとなっておりますんで、カープファンの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まだカープファンじゃない方も、この動画、このチャンネルで、このチャンネルをきっかけに、カープのことがね、気になりました、カープのことが好きになったというふうになりましたら、ぜひチャンネル登録をしていってください。よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速ですね、本題の方入っていきたいと思います。まず1個目、ドンということで、まず最初はですね、坂倉選手の使い方について、お話がね、されました。はい、まずはですね、坂倉選手なんといってもね、バッティングの方はもう頭一つ抜けたよね、というような話になりまして、まあ当然ですね、セリーグでも8位だったかな、ランクイング入っておりまして、打率の方で。で、カープの方で行きますと、唯一全試合出場かな、そして2割8分8厘かな。で、西川選手、野間選手もね、数字上は3割という数字残したんですけども、やっぱりね、規定打席到達してないということで、参考のね、成績となるということになりました。やっぱりね、去年一番バッターで頑張ったのは坂倉選手かなということで、頭一つ抜けているということになります。まあ、そんなね、頭一つ抜けているバッターを、ベンチに置いとくのってどうなのというようなね、まあ皆さんこの坂倉選手がキャッチャー専念というところでね、議論あったんですけども、まあ、そこをね、改めて、議論の方しておりました。はい、そんなってくると、相澤選手の役割というのはどうなるのかと言いますと、やっぱりね、まあ、とりあえずはスタメンをね、目指すというのはもちろんなんですけど、もう一回ね、相澤選手も打てるキャッチャーとして、頑張っていただくのは本当は理想なんですけども、まあそれがね、必ず坂倉選手がやっぱりレギュラーとなった場合には、一つの選択肢として、相澤選手を抑えキャッチャーとして使うのもありなんじゃないかなというようなね、提案もされておりました。はい、まあそうですね、終盤に出てきて、きっちり守るところを守るということで頑張ってほしいんですけど、ただその時も、じゃあ坂倉選手どうするんだというのもね、また議論が必要になってくるんですけども、じゃあそこでね、サードの選手に変えてまた坂倉選手をサードに入れるみたいなね、オプションもあってもいいんじゃないかなというようなね、趣旨の発言もあったんですけども、やっぱりね、そこはやっちゃいけないかなというふうに思います。坂倉選手もね、キャッチャー1本、新井監督もキャッチャー1本ということでね、今年臨むというふうになりますと、中途半端にまたね、サードだったりファーストを入れますと、坂倉選手の成長の妨げにもなりますし、チームのね、成長の妨げにもなると思いますんで、仮に相澤選手を、抑えキャッチャーとして、終盤ね、栗林投手とセットで出るというような形になりますと、それはね、もう坂倉選手下げるしかないのかなというふうに僕的には思っております。またですね、坂倉選手のそのインスタだったりを見ていますと、栗林選手、遠藤投手、それから森下投手かな、ら辺とは非常にね、仲良くて、その辺とはね、信頼関係できていると思いますんで、まあ、栗林投手とセットで、相澤さんが行くっていうのはね、あんまり自分の中ではイメージつかないんで、まあ、坂倉選手がね、やっぱりスタメンで出るからには、1試合責任持って、最後までマスクかぶってくれるのがいいかなというふうに思います。で、まあ、キャッチャーとしてね、フル出場というのはまだやったことがないんで、疲れが出た時とかに、相澤選手、磯村選手なんかをね、キャッチャーで使うのがいいのかなというふうに思います。はい、なので、まあ、坂倉選手のサードだったりね、ファーストだったりといったところ、キャッチャー以外で守備につくというのは、個人的にはなしというふうに思っております。はい、その中でサードですね、サードの話出たんで、ドンと
ということで、まあ、新外国人選手のデビッドソン選手に求めるものってなんじゃというような、ね、議論求めがありまして、まあ、ここは、ねこの動画のメインだったかなというふうに思います、ランス選手を例えに、もうホームランだけを打ってくれればいいか、それともやっぱり打率が必要かというような、ね、議論になりまして、まあ、ここでいきますとです、ね、終始池田さんがですねやっぱり冷静に話を進めている感じで、吉彦さんがやっぱり感情優先で喋っているというような形でね、池田さんの話がね、まあ、すっきり腹に落ちてくるような、内容だったんですけども、まあ、ここのね、ランス論争に関しましては自分はですね、吉彦さんに、一票入れたいかなというふうに思います。はい、というのはですね、やっぱり吉彦さんがもう打率はね、2割そこそこでいいからホームランをね、どんどん打ってほしいというふうにおっしゃっておりまして、対する池田さんはですね、やっぱり打率が必要なんじゃないかなと、打率を残すことによってやっぱりね、ホームランも増えていくというような、話をね、していたんですけども、やっぱり自分はですね、今のカープでいきますと、まあ、先ほどの坂倉さんもそうですし、秋山さんもそうですし、西川さんもそうですし、といったところでね、3割近く打てるバッターたくさん揃っていますんで、そこにね、6番、7番に、年間、30本、40本打てる選手がね、ボンと入ってくれれば、打率はね、本当に2割そこそこで、いいんで、そういうバッターが1人いると、また打線にね、厚みが増すのかなというふうに思いますんで、ここは、吉彦さんに1票を入れさせていただきたいなというふうに思います。まあ、直接的にね、例えばデビッドソン選手がホームランで、試合を決めるという試合がね、年間に1試合か2試合かみたいな少ないかもしれないんですけども、やっぱりそういうところにね、たくさんホームラン打つ選手がいることによって、打線がね、活発になったり、機能したり、相手に、ね、プレッシャーを与えるということになりますんで、結果的にね、勝利打点こそは、デビッドソン選手じゃないけども、それによってね、他の選手が、活躍するというようなね、展開もあるというふうに思いますんで、やっぱりね、もうここでマクブルーン選手がね、やっぱり率を残せる、助っ人外国人なので、もう一人の方にはね、一発の恐怖を味わわせるバッターでね、役割として頑張ってほしいなというふうに私は思います。ここもやっぱり意見分かれるかなというふうに思うんですけども、まあ成績見てみますと、どっちかというとブンブン丸かなというような印象を受けておりますんでね、ぜひホームラン30本以上かっ飛ばしてくれるとありがたいなというふうに思います。ただそこにね、負けじと、二俣選手だったり、林選手だったりね、上本選手、堂林選手だったりね、といったところがね、レギュラーを伺いに行くというのがやっぱり理想かなというふうに思いますんでね、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、そこからですね、ドンということで、話がピッチャーの方に変わりまして、やっぱり大瀬良投手に頼りすぎじゃないかなというようなね、話も出ておりまして、開幕投手ずっとやっておりますけども、まあ、ここにね、床田投手が食い込んでほしいというふうに池田さんはおっしゃっておりました。はい、で、まあ、栗投手とね、森下投手というのもね、それに大瀬良投手に次ぐピッチャーといるんですけども、まあ、この二人はね、やって当然だというところにいまして、さらにね、その下で、控えております、床田投手がね、もう今年あたりから、頑張ってほしいというふうにおっしゃっておりました。まあ、今はね、カープとしてはチームはね、転換期、過渡期といいますかね、そういったところを迎えておりますので、まあ、今年に関してはね、やっぱりもう一回大瀬良投手が引っ張っていってほしいなというふうには思うんですけども、ぜひね、今年床田投手、2桁と言わずね、もう14勝、15勝してもらって、なんとかね、ピッチャーのタイトルも何か一つ取ってもらって、もう来年はね、エースは俺やという形で床田投手に頑張ってほしいというふうに思いますんで、まあ、今年はね、ちょっとすぐね、じゃあ、去年8勝だったピッチャーが俺がエースだぜっていう顔をしてもね、誰もついてこないと思いますんで、今年ね、もう圧倒的な数字を残して、来季はエースは俺じゃということで、床田さん頑張ってほしいなというふうに思いますんで、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、その後ですね、まあ、このタイミングで黒田さんがね、アドバイザーとして就任したことも大きいかなというふうにおっしゃっておりまして、まあ、プロ野球選手といえども、他人からのね、一言で全然ね、プレーとか変わってくるという可能性もありますんで、そういった意味では黒田さんに、ね、期待しているというふうにおっしゃっておりました。はい、その中で、まあ、具体的な数字を見て、救援陣の防御率がね、ちょっと3点台というのは、まあ、良くないかなというふうにね、おっしゃっておりまして、そこをね、なんとか2点台に持ってって、栗林投手につなぐ、形ができれば、カープのね、順位も上昇していくんじゃないかなということでね、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、次行きます。ドンということで、まあ、具体的な数字、防御率ね、救援防御率が2点台へという話も出たんですけども、まあ、これはね、数字にとらわれすぎるなということもおっしゃっておりました。まあ、あくまでもね、結果なんでね、数字は。はい、そこにとらわれずに、もう、勝つべき試合で、しっかり勝利を収めるような活躍をすればいいというふうにおっしゃっておりました。まあ正直ね、年間143試合かなとありますと、負けてもいいという試合もね、何試合か作らなきゃいけないし、当然あると
ということで、まあ、そういう試合にね、5点10点取られるのは構わないと、それで防御率というところでいけばね、下がっていくのは仕方ないけれども、絶対に勝ちたい試合というのもね、やっぱり年間何試合かあります。それはね、9月とか10月とかの終盤のね、迫ってきたところではなくて、春先でもね、やっぱりここで1個勝つといきなり流れに乗ってくるんじゃないかなというようなところもゲームもありますので、そういうところでね、しっかり抑えてくれればいいかなというふうにおっしゃっておりました。まあ、カープのそこで自分がイメージしたのは、例えば、森浦投手、矢崎投手、栗林投手がね、もう3人とも2連投してしまったと。で、次の試合ね、誰かは休ませないといけないというところで、普段はビハインドのゲームで投げている、例えばですね、ケムナ投手しかいないというところでいきますと、まあ、普段はね、1点取られるのを覚悟するんだけど、まあ、こういうところでね、しっかりゼロで抑えてくれれば、全然いいよというような感じでね、受け取りました。はい、まあ、それも含めまして、今ね、いろんな指標が出ております。守備でもね、UGR か、みたいな感じで出ておりますし、いろんなバッティングの方もね、打率とか打点とか以外にも出ておりますので、ピッチャーの方も WHIP だったかな、そういった感じでいろんな指標が出てきているけども、まあそういうのはね、気にせずにシーズン終わった後に、自分の弱点はどこだったのかなという感じで、後から活かせばいいというような風にね、おっしゃっております。もうこれはごもっともですね、もう防御率2点台を目指すから、じゃあ2点台切ったところでもう実はもう登板したくないんですよ、みたいな感じでね、なるのが一番困ってしまいますんで、やっぱりあくまでね、シーズン終わった段階で見返して自分の弱点を見つけるために、使うのがこの成績だと思いますんで、ぜひね、もうゲームに入ったら、成績のことは関係なく目の前の試合、目の前のバッター、目の前のピッチャーをに対してね、全力で頑張ってほしいなというふうに思います。はい、といったところでね、喋っていたところで、ヨシシコさんの電話が鳴りまして、まさかのね、収録中に出ると、電話に出るということでね、ツッコミを入れられておりました。はい、そんなこんなんで最後ですね、チカさんの順位予想ということで、スタッフの方が、ぶっちゃけどれぐらいだと思いますかという質問に対して、まあ、チカさんはですね、良いんじゃねえかなというふうにおっしゃっておりました。まあ、昨日の動画ではね、ダークホースで優勝もあるよということをおっしゃっていたんですが、まあ、それはね、いろんなことが噛み合えば全然あるよということなんですけども、まあ、普通に考えれば4位ぐらいかなというふうにおっしゃっておりまして、まあ、むしろ4位でいいという感じでおっしゃっておりました。まあ、新井監督のね、長期政権というのを考えたら、今年はね、しっかりもう下地、ベースを作る1年にすればいいというふうにおっしゃっておりまして、逆にね、もう偶然なんか噛み合っちゃって優勝してね、本来の実力ないのに、優勝みたいなことしちゃいますと、来年以降ちょっと寂しいものになるんで、もう今年しっかり地をね、固めて、来年以降本当にね、黄金時代を作ってほしいということでね、もう慌てずに今年はね、見守ろうじゃないかというふうにおっしゃっておりました。はい、まあこの意見はね、カープファンの方は結構多いというふうに思いますんで、まあ今年はね、順位に関係なく、いろんな意味でワクワクするようなね、試合をたくさん見せて、くれればね、我々ファンはついていくと思いますんで、新井監督、藤井ヘッド、よろしくお願いいたします。まあね、じゃあ来年か再来年ぐらいからね、また2連覇3連覇というのをやってくれることを期待してね、今年はもうじっくり我慢をして、それでもやっぱりなんか、来年につながるんじゃないかとか、明日につながるんじゃないかといったゲームをね、見せてくれることを、期待しております。まあそんな中ですね、ヨシヒコさんはやっぱりもう優勝なんじゃわしはカープファンじゃけえということで、動画の方を締めておりましたんで、やっぱりさすがだなというふうに思いました。はい、ということでですね、こちらヨシヒコチャンネルの動画を見た感想は以上になっております。はい、皆さんもね、ぜひ本家の方をまだ見てない方はね、ぜひ概要欄に、ね、URL 貼っておきますんで、チェックしてみてください。はいですね、その他ですね、ちょっと長くなってしまったんで簡単にいきたいと思います。はい、カープのニュースですね。今日からですね、戸根投手が、カープのね、練習に合流したということで、まあ、自主トレ、合同自主トレもね、第2クール入ってきたということで、まあ、今日19日なんでね、もうあっという間にキャンプインになるとは思うんですけども、まあ、戸根投手、引っ越し通してね、まだ転入届も出してないぐらいバタバタだったんですけども、なんとか練習の方入ってくれたということで、まあ、年間ね、50試合、60試合を目標にやっていきたいというふうにおっしゃっておりますんでね、非常に頼もしいなというふうに思います。で、磯村さんと同級生なのかな。で、磯村さんがいろいろアテンドしているということなので、まあ、なるべくね、早くカープに馴染んで、しっかりね、自分の力を発揮できるようにやっていってほしいなというふうに思います。怪我だけ気をつけて、トナ選手、ぜひね、カープのために頑張ってほしいなというふうに思います。はい、で、もう一方、何はともあれじゃないな、なんといってもこちらですね、新井監督、今年もですね、ごま行の方を行っておりまして、まあ、現役引退後もずっとね、継続していたということで、今年でなんと20年、
すごいですね。10年一昔といったものなんですけども、それをね、2回やる。20年ね、この苦しいごま行をやったということで、まあ、現役時代は自分のね、ための、自分が成績を残すために、頑張るというふうにやってたんですけども、まあ、今年からはですね、チーム全体を、思って、家内安全を祈願したというふうにね、記事書かれておりますんで、これでね、カープ今年は頑張ってくれると思います。まあ、先ほども言ったんですけども、まあ、優勝はできなくてもいい。ただね、少しでもワクワクできる、ワクワクする、ゲームをね、見せてくれたらいいかなというふうに思います。まあその結果ですね、まあ4位なのか3位なのかといったところでね、できれば個人的にはね3位入ってほしいなというふうに思います。まあやっぱりね CS とかのねピリピリした試合をね、1回でも経験するとそれだけでね経験値がガクッと上がりますし、特にねキャッチャーなんかね短期決戦にやると、急に成長すると言いますんで、坂倉選手のためにもなんとか CS ね1回、それがね、2試合で終わってしまうかもしれないんですけども、なんとか CS に出ることによってね、来年以降のカープの成長につながると思いますんで、まあ、優勝はしなくていいとはいつもやっぱり3位には入ってほしいなというふうに思いますので、新井監督このごま行の成果出してほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。トネ選手がね、合流してカープのために頑張ってくれるということをお願いして今日は締めたいと思います。やっちゃろや。はい、ありがとうございます。失礼します。トネ選手頑張ってください。